私は18歳の時に1型糖尿病を発症しました。私は48歳の時に2型糖尿病と診断されました。私はモディという遺伝性糖尿病です。10歳で2型糖尿病と診断されていましたが、28歳の時に受けた遺伝子検査でモディだったと分かりました。私は32歳で3人目を妊娠しました。その際に妊娠糖尿病と診断されインスリン治療を行いました。出産後はインスリン治療なしで生活できています。糖尿病にはいろいろありますが、主に原因不明で発症する1型糖尿病と、体質に加え食事、運動、ストレス、加齢などにより発症する2型糖尿病があります。1型糖尿病はインスリンを自分で作れなくなる病気です。これに対し2型糖尿病はインスリンが十分働かなくなる病気です。どちらも年齢に関係なく発症しますが、体の状態に合わせた治療を継続することで糖尿病のない人と変わらない社会生活を送ることができます。私は17歳の時に1型糖尿病と診断されました。糖尿病の患者に対して甘いものを食べ過ぎたんじゃないのとか、誤った指摘をする人もいれば、大変な病気だから社会への参画も難しいのではと変に気を使う人もいます。僕の場合、毎日のインスリン注射は必要ですが、スポーツや飲酒も可能で大きな制限もなく生活ができています。1型糖尿病になりましたが、フルマラソンを完走したり、キリマンジャロ登頂、そして次はトライアスロンに挑戦します。病気を発症後、さまざまなことに挑戦するようになりました。今は生きることが楽しくてワクワクしています。今私は2型糖尿病の患者会の会長をしています。年齢を問わずたくさんの方がいらっしゃいます。街を歩いたりお話し会をしたりしています。私もたくさん歩くことを覚えて、講師ともに今とっても充実しています。いろんな種類のある糖尿病について、まずは知ることから始めてみてください。